はい、どうも皆さん。今日の CA はこちら。はい、カウボーイマジシャン囚人コウンジですね。皆さんお久しぶりーです。そしてなんと初手からこんな速さでさ詰めれるってさ、やばくない？つうかこれ俺もしかしてあれ、これマジシャのなんかまとめみたいな時使ったかもしれない。これ途中でカウボーイがマジシャンを救助して、そのまま、カウボーイに身を任せて、はい、ここ素敵ですね。で、窓をまたぐしかないですね。左右取ってるので、そのまま外出ましょう。それ当たったらもうこれやばいですね。これ窓またいでもいいんちゃいますか？まあこれ、うい、やばいやばいやばい、後ろ見ろよって感じですよね。まさかこんなに速いとはね、把握してませんでした。まあ見たらよかったですね。てかそもそも、あそこのあれで止まった方がいいんちゃいますかみたいな。これ何これ、うんこ置いたので、ここは一旦、なんていうんかのーのび、もうこれ面白くないからもう見るのやめますね、皆さん。はーい。はい、どうも皆さん。今日の試合はこちら。はい、見ていきましょう。さっきの試合の途中で分切って、このままね、繋げてるんですよ、実は。ははははってのをね。はい、さあ、いきますね。マジシャン、傭兵、心理学者、ナメクジ人間ですね。よろしくお願いします。てか、なんだっけ、ムカデ人間っていう、あれありますよね。はい。よろしくお願いします。で、この試合、今、思い出したんですけども、心理学者は恐怖なんですよね。で、ここで、危機一発持つ人が救助行くんじゃなくて、危機一発持ってない人が率先して救助に行きましょうよっていうのが、心理学者が即死した時の、救助のメソッドですね。メソッドってどういう意味なの？これ暇な人だったらね、調べてみてくださいね。いいですね。これ恐怖ですね。はい。で、これ当たんのかよって絶対ね、お黙りなさいっていうやつは思ったと思います。はい。絶対思ってる。俺今これ見ても、当たんのかよと思うもん。いや、ちょっとさ、芸者の射程なんか管理してほしいよな。何なんだろうな。だってあいつらめちゃくちゃ外すときあるやん。あれって射程に甘えてんのよ。これ当たるやろってあいつらも思ってて、で、実際、この判定ロジックに多分なんか変だと思うんだよね。で、ここで傭兵が、詰めて圧力をかけるんですけれども、マジシャンは指名手配ですから来ませんよね。でもマジシャンはここよく考えれば、あれ、心理学者これ救助したら、ね、特質また使えるやんってことで、マジシャン詰めようとするんですよ、途中から。はい、詰めようとしてますね。半分前救助も無理なんで、9割救助ですね。で、ここで傭兵はもうどっかね、去ってもいいと思う。解読してもいいと思うよ。傭兵がこのままわさびと胡椒でめっちゃくちゃ痛えじゃねえかよ。お前ベロベロにも鼻にも来るしさ、ね、きついやん。傭兵ここおるのは全くもう時間、ほら、もう傭兵見ようとしたいもん。で、この芸者も分かってるもん。これ、マジシャン救助来られたらやべえやつだなっていうの分かってるの。あれ、でも見てるわ。おい、お前見るのやめろよ。お前こうするとマジシャン救助しちゃうじゃん。ほら、もう、てか、最初の即死ですごいね、アドバンテージ取れてるから、こういう余裕も出ちゃうわけよ。ね。ほら、見てください、皆さん。傭兵の危機一発が節約できて、さらに、うまいんかな。基本操作なんだろうな。こんな、もう芸者やばない？だからドンシュエンとかめちゃくちゃ芸者やってんだな。昔から芸者、これがミスったからこそ、セカンドチェイス伸びたんだな。はい、見ていきますか。結果的にセカンドチェイスめっちゃ持ったんですよ。その持ったわけも、なんというかね、マジシャンが詰めたからですよね。2人であそこにいたからか。てか、傭兵がちょっとね、解読してもよかったんだよね。俺はそう思うんだよね。で、傭兵は自分の遺産号機を、解読しに行ってると。で、ここでワンチャン狙いたいんですよ。そう。で、ジュジュが救助しに行ってもいいし、で、マジシャンが救助しに行ってもいいんですよ。そう。で、ここ、マジシャン的にはジュジュがちょっとフォロー行かないのかなと思って、で、やっぱ行かなかったからマジシャンがこれを上げてからマジシャンが行きますね。なんか持ちそうやん。ここまで頑張ってるからさ、ね、ちょっとフォローしたいよなーという感じですね。で、マジシャン多分向かってるはずです。はい。向かわないんかないや、彼は向かうはず。ここね、ジュジュ行ってもいいんだよね。で、ジュジュは、ジュジュも行くんか。オッケーオッケー。で、これ3人おってもいいんですよ。で、残り1台だからね。で、傭兵からこう、新規じゃん。ほら、傭兵、最初、あそこちょっとやってたらよかったやん。で、芸者も操作にちょっと乱れが生じてんだよね。で、ここに床目できなかったのを、いいね、ここ。で、新役者ちょっと後ろ見てたらな、これ仲間が来てるからさ、誰も、で、このジュジュはさ、別に遺産放棄行ってるわけじゃなくても、遺産動き言ってるわけでもなくて、もうただただ散歩しただけっていうね、どうなんやねんっていうね、これがもし VC だったら、こういうことは一切なくなります。ね。ジュジュ途中までマジシャンにくっついてるのは、こいつやるやんと思わせたんですよ。この旦那様っていう、俺なんだけどね、俺やるやんこいつ、フォロー行くんかいなと思って、行かなかったんだよな。うん。で、傭兵の方に瞬間移動するんじゃないかな、そろそろ。しないか？あと51秒もあるんだな。うん。こいつ特殊なんやっけ？鬼没か。うん。はい、見ていきましょう。で、マジシャンはここどうすんかなーって、まあ、これあそこ立ってますね。まあ、あと最後の暗号機、傭兵ですからね。別に気にしなくていいですよ。これ何これ反応速度？そう。そのまま倒せばめちゃくちゃかっこいい動きできたのにね。な。で、マッシャン詰めて救助ですね。これ、切り札取ってるでしょ、さすがに。切ってますね。あ、切ってますね。取ってますね。で、マッシャン詰めて救助ですね。これ、地下に、持っていこうとしてるから、マッシャンすぐにそれに気づいて、くっついてますね。ほら、マジシャンがなんか解読しろよっていう雑魚の、頭、初心者たちいるんですけど、しなくていいんですよ。最後の暗号機、傭兵ですからね、もう回ってるんですよ。これ、当たるんだよね。すごいよな、これ。この予測打ち、すごいよな。まあ通年かな、うん、通年ですね。マジシャンステッキもあるんで、全然いけますね。いいですね。で、これはナメクジ追いですね。はい、十条入れいきましょう。で、傭兵はそのままゲート開けですね。で、マジシャンはどこに行くんだろう。マジシャンも傭兵の方に行くんですね。はい。あ、切り替えずにそのままです。あ、で、ここで思い出した。で、マジシャンが手を貸してて撃ったんですよ。で、ここで傭兵ゲート開けたらすぐに中間待機、はい、救助行くぞっていうね。で、マジシャン手を貸してっていうのは、もう傭兵に行ってほしかったんですよ。これ通じないんだよね。でも、よく考えたらね、これ肉壁しても無理なんだよ。だって、肉壁しても、で、傭兵ここでもう突っ込むんですよ。傭兵はこう遠く回っていけばよかったんですよ。これは、みんなに、まあ、知らせるために録画しました。ここで傭兵は何するかというと、中間待機以外にありえない。で、手を貸してるのは確かに紛らわしかった。紛らわしかった。あれはまあ、俺の、まあ、ミスでしょう。うん。でも、傭兵は開けた瞬間にもう、行ってほしかったのよ。なぜならマジシャンは傭兵が行ってないってのが分かったんです。なぜ分かったの？見えないじゃんって思うじゃん。でも実際傭兵行ってなかったよ。なぜならこのランク帯は鹿がマンモス以下だったっけ？ランクがね、見合わないんですよ。そう。だから傭兵がゲート開けたら中間待機っていう、まず、それが一つのセオリーなんだよ。で、肉壁ってさ、すごい不確定要素やん。そうでしょ？ね、肉壁って2人が一緒にいるときに、肉壁してほしい側と、する側ってさ、当たる率って 50%、50% やん。でも、傭兵の中間待機って何パーですか？ 100%！ そうだろ？これ確率考えた時にも、ね、中間待機を取った方がいいんですよ。そう。マッチョンを攻撃しに来たら、傭兵がジュジュを救助しますという感じですよね。うん。はい。まあ、このランク帯だからこそ、こういうのもね、まあ、自己判断できないのはもうしょうがない。そして、俺が手を貸してって打った瞬間にそら傭兵来るわな。ね。だからこの定型文は良くないよなということですね。はい。チャンネル登録お願いします。はい。